長くない？長い。今日で自己注射が終わります。イエーイ。今日は注射を2本打ちます。1本は19時までにこのゴナール F を450と22時半ぴったりにオビドレルというまた違う注射を打ちます。今すごく心配なことがあって、でお昼頃にトイレに行ったら血の塊が少し出てきました。これってもしかして生理？と思ってすぐ病院に電話しました。で出血があったことを伝えたら、まあ、少しの出血ならこのまま様子見をして予定通り2本注射してくださいとのことでした。で、あさって採卵なんですけど、なんかもう採卵中止になったらどうしようとか考えてしまって、まあとにかく無事に採卵日を迎えられたらと思います。長くない？長い。く見えるね。どう？で、ここに？うん、この先端のところに溜まるんじゃない空気が、うん、怖い。90度から45度ね。怖いよ。大丈夫。いいね。ゆっくり注入ね。待って、まだ奥まで行ってない。奥に行ってない？行った。で、離して、ゆっくりと注入、一定の速さで。で、10秒とか待たなくていいからね。うん。はい、行くのか。最後まで？うん。ん？そこまででいいんじゃない？最後までっていうか、空気が入らないところぐらいまで。最後までやってよ。うん。でいいの？うん。まあ、ゆっくりと抜いてください。はぁ、あ。よし。これで終わり。はぁ、あ。冷やしたから大丈夫だった。痛くなかった？うん。怖かった。これ回収？
ということで初めての採卵が終わりました。採卵数ゼロという厳しい結果になってしまいました。まあ最初からうまくいくとは思ってなかったんですけど、私採卵でつまずくんだ、スタートラインにすら立たせてもらえないんだと非常に悲しくなりました。中には卵が取れなくて何回も採卵している方ももちろんいると思うんですけど、やっぱタイミング法にしろ人工授精にしろ新しいことにステップアップするときってなんか次は絶対に妊娠するだろうとか変な期待と自信があるんですよね。なので今回はショックでしたが、また次に向けて頑張ろうと思います。